はい、万葉文化館にやってきましたけどね、なんか休みたいやな。休みかね、誰いないんやけどね。これお、やってるのかな。はい、あれ銭湯もいましたね。今日やってんの、はい、どうしたのこれ。こんなんやった前から。そうです。あれ、はい、これ健太くん、はい、やっぱりいいよやな。やっぱり角が生えて、健太くん後ろからね、はい、後ろから見せましょうか。横から角が生えてます。万葉の遺産ね。これお店ちゃうか。これどうもお店みたいね。そうですわ、店ですわ。この店、店。これ図書館。いや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 、どこや、どこや。向こうか。ここ食堂でございます。まだご飯食べるの早すぎるしな。感じ。11時やろ。こっち右や。今日は通行でございます。今日はね、 B1 はやってないらしいわ。 B1 はね、ここから発掘の様子が見られる。あ、なんか家回ってましたな。白い線がいっぱい引っ張ってあったけど、もう決めへんかな。ああ、そうだな。はい、ああ涼しいわ。ほんでこちらの方はどうなってんだ。こちらの方は、ああこちらの方も見えないよ。これ全然白い線が。ああ、あの辺ずっと回ったな去年。はい、ああ反対こっち歩かないかね。右を、右をね、こっち歩かないか。右はな、国のB1 に。ここから降りてね、降りられへんね。ここまた金払うんかいね。チケットで切らせていただくので。ああそうか、いやまた金払うか思って、何遍も払わねえかなと思って。で、どこに入るの。こちらの展示室。ああそうですか、はい、ありがとうございます。目録とチラシです、どうぞ。はい、B1 が見れないのは辛いね。ちょっと ね、換気があんまり良くないので。換気が良くない。換気だと触る展示が多いので、ちょっと今定期にしてございます。はい、なるほど。はい、順路です。今絵画展見てもらったけどね、さっぱりわからん。はい、こんなです。おお、サラスルがなんか綺麗に咲いてます。どっち方面なんだろうな、わからん。はい、こっち行ってみよう。ここも絵画展か。ここどこやこれ。さっぱりわからなくて、どこかこれ。はい、こんなんでなんかいっぱいね、個人の作品がいっぱい展示してあるんだけどね、わからん。え、どここれ。今どこにおるんだ。どこにおるかわからないね。ああ、反対かい。この後一回回ったとこや、これ。これ正面の入り口やがれな。ほんで、あと何が見えんの？
勘違いしてます。向こうです。外の風景でもこんな風景です。あれ、あの山なんやろね。山かからんな。なんだね。全然わからんな。人がおらんのに、人がおる上に、あの受付が何人や、4人、5人、6人、8人、いや、2、4、6、8、8人、下の中へ私、4、5人、まあ、10人、もうすごいね。さあ、すごいわ。こんにちは。もうやってんの？入れんの？いや、誰もいらっしゃらんがやってはらっか。料理ばっかりなことや。デミスクラス。